近代の戦争は空の戦争だった。それはより優れた航空機を生み出せた方が勝利する技術力の戦いだ。15年にわたったアジア太平洋の戦いで優位を得ようと新鋭機を次々に開発した日本陸軍。最後の5年間は毎年のように戦闘機が完成する開発ラッシュであった。日本陸軍の軍用機の歴史を振り返りながら、かつての日本が体験した激しい技術戦争を追体験してみよう。史上初の総力戦となった第一次世界大戦では、数々の新兵器が登場した。陸では戦車、毒ガス、海では潜水艦、そして空では軍用飛行船と軍用機である。とりわけ軍用機の活躍ぶりは顕著であった。当初は偵察や連絡といった補助的任務に従事していたが、やがて主力兵器の座を獲得し、空戦に爆撃にと大活躍を見せた。大戦後、日本陸軍は航空隊を設立するが、後進国だった日本のこと、主力となったのは外国からの輸入機だった。その後徐々に国産機が登場するが、多くは外国機のコピーである。この旧三重爆もドイツユンカース機の影響を強く受けていた。だがこうした模倣機は短かった。昭和に入り、陸軍航空隊が独自の航空戦略を立案し始めたためである。当時日本は中国との戦争に足を踏み入れており、航空隊は連日のように戦闘に駆り出されていた。激化する戦争に対処するため、陸軍航空隊は急速に規模を拡大していく。航空機メーカーもそれに合わせて成長していった。そして陸軍の戦略に合わせた日本独自の発想による軍用機を開発し始める。こうして昭和10年代初頭までに、日本は自らの手で軍用機を開発できるノウハウを身につけていった。昭和12年に採用された97指定こと97式司令部偵察機は、陸軍航空隊初の傑作機であった。指定とは、敵地の奥深くに侵入し重要拠点を写真撮影してくる空のスパイ機である。カメラと操作員を後部座席に乗せて基地を飛び立つ97指定。97指定は三菱によって設計された。搭載エンジンは750馬力の中島製。この頃になると、日本の航空機メーカーは機体のみならずエンジンも自前で作れるまでに成熟していた。 2400km に及ぶ長大な航続力と、同時代の戦闘機を上回る時速 480km もの速力を持ち、水平飛行時の安定性に優れていた97指定は、長距離飛行にうってつけの飛行機だった。高度を上げ、酸素マスクを装着する。97指定の実用上昇限度は11400メートルに達しており、これまたこの時期においては最高レベルの性能だった。目的地上空に到達すると、カメラで敵情を撮影する。撮影を終え、毎日文字に基地へと帰還。こうした長距離偵察は戦略偵察と呼ばれた。早くから戦略偵察の重要さを見抜いていた日本陸軍は、昭和10年に世界初の戦略偵察専用機の設計を三菱に命じる。そして完成したのがこの97指定なのである。97指定には特起するような新技術は用いられていないが、三菱が陸軍の要求する性能の意義をよく理解していたため、無駄のない優れた機体に仕上がった。任務終了、持ち帰ったフィルムは基地の解析班によって現像分析される。97指定はその長距離飛行性能を買われ、民間機としても活躍した。昭和12年の春、朝日新聞社によって買い取られた一機が神風号と命名され、東京ヨーロッパ間の連絡飛行を行ったのだ。
立川の飛行場を離陸した神風号はシンガポール、カルカッタ、アテネ、パリなどを経由して94時間余りの飛行の末ロンドンへと降り立った。その距離15,000km、平均飛行速度は時速300キロ、長距離飛行の世界記録であった。キューナー船こと中島製のキューナー式戦闘機も画期的な機体であった。1年前に完成し、当時最高の軽戦闘機と言われていた海軍の96式艦上戦闘機を追い越さんと、陸軍が威信をかけて開発した軽戦闘機の極みとも言うべきコンパクトな飛行機である。その軽快さはずば抜けており、他の追随を許さなかった。キューナー船はソ連との軍事衝突となった昭和14年のノモハン事変において数倍の敵機を撃墜して外貨を挙げた。97重爆は93重爆の後継機として昭和10年に開発が開始された重爆撃機である。競争施策により三菱、中島両メーカーが製作した試作機の良いところを合体させた機体であり、流線形の近代的な外観を持っていた。爆弾搭載量は最大1トンと他国の同式と比べると少ないが、それは本機が爆撃力よりも速度を重視した設計だったためである。空気抵抗を軽減するため胴体内断層や引き込み足といった最新のアイデアを採用した結果、最高速度で救難船をわずかながら上回る高速爆撃機として完成した。97重爆は防御力が貧弱なのが欠点だったが、陸軍重爆隊の主力として太平洋戦争末期に至るまで末永く使われた。三菱の97軽爆は小型の爆弾で敵部隊をこまめに爆撃する地上支援用機である。信頼性が高く使い勝手の良い機体だった。これら一連の97シリーズは日本の航空技術力の成長を表していた。日本はこの昭和12年をもって完全な航空機国産時代に入ったのである。かくして自立の道を歩き出した日本の航空機開発だが、技術者たちは慢心することはなく、むしろそれまで以上に熱心に研究に打ち込んだ。その現れが航研機である。航研機は帝大の航空研究所が製作した長距離飛行の実験機だった。長大な主翼や凹凸を極限までなくした流線形の外観など先進的な試みが数多く盛り込まれている。完成し工場から引き出される航研機、昭和13年5月に周回飛行を行った航研機は 11,650km という無着陸長時間飛行の世界記録を樹立した。こうした研究成果を取り入れ、その後も陸軍機は発展を続ける。昭和14年に採用された川崎の99式双圧軽爆撃機は開戦と同時に飛行場を吸収し、敵機に飛び立つ隙を与えずに地上で撃破する航空撃滅戦を想定して開発された。液冷エンジンを得意とした川崎にしては珍しく空冷エンジンを装備している。爆弾搭載量は少ないが、代わりに速度と防御に力を注いでおり、4丁の防御機関銃を装備、4名の乗員のうち3名が銃手としてそれを操作する。機関銃は機首に1丁、後部座席に連装式のものが1機、金魚腹と呼ばれていた胴体下部がパックリ開くとそこも銃弾になっており、一丁が顔を出す仕組みになっていた。燃料タンクや搭乗員への防弾も十分、観光化爆撃も可能という優秀機だった。97軽爆の発展型である三菱の99式襲撃機は敵の要塞や砲兵陣地を爆撃するために作られた。ベース機である97軽爆の信頼性を受け継ぎ、2人乗りながら戦闘機並みの高い運動性を持つ。主翼前縁には機関銃を装備しており、これを用いて空戦や敵地上部隊の掃討戦に活躍した。
ポーツ機のような軽快さと操縦のしやすさを特徴に持つ救急式高等練習機、赤トンボと呼ばれた中等練習機を卒業した練習生が登場し、より実践的で高度な訓練を積んだ。こうした各種軍用機が出揃った昭和15年には、日本陸軍航空隊は世界水準で見ても遜色のないバランスの取れた軍事集団に成長していた。